え、はい。男性の体臭に対して苦言を呈した女性アナウンサーが事務所との契約を解除された点についてなんですけど、あの、彼女は悪くないですね。っていうのも、えっと、男性の体臭が女性より臭いっていうのは、それは本当のことですよね。うん。え、事実を言っちゃいけないってことですかえ、自分は男ですけど、あの、 朝起きただけで臭いですよ。はっきり言って。で、電車に乗った時とか、自分よりさらに臭い人っていうのは、大概男性です。女性で臭い人は山田電機の店員以外には見たことがありません。本当のことを言ったら干される社会ってどうかしてると思いませんかまず、男性は自分が臭いことを認識して、しっかりと、 え、シャワーに何回も入るなり、性感剤を使うなり、すればいいと思います。そもそも自分の匂いに配慮できないっていうのは、一人の人間としておかしいと思います。男性は一日に5回風呂入りなさい。